こんにちは、デリッシュキッチンです。ラテベースから新登場の贅沢カフェインレスを使って豆乳プリンとアイスカフェラテを作ります。牛乳を4分の3まで注ぎます。そこにラテベース贅沢カフェインレスを4分の1注いでいきましょう。カフェインレスなのにコーヒーのコクと香りがしっかり楽しめます。あっという間にカフェインレスの贅沢カフェラテが完成。次にコーヒー豆乳プリンをご紹介します。水大さじ2に粉ゼラチン 5g を振り入れてふやかしておきます。お鍋に無調整豆乳 300cc、 ラテベース贅沢カフェインレス 75cc を加えて混ぜながら中火で熱しましょう。周りに小さな泡が立ってきたら火から下ろします。そこにふやかしたゼラチンを加えて混ぜて溶かします。容器に等分に流し入れて計4個作りましょう。冷蔵庫で2時間ほど冷やし固めます。固まったらお好みのフルーツ 80g を盛り付けます。お好みで練乳をかけても美味しいですよ。期間限定の夏のボス贅沢ペアグラスが絶対もらえるキャンペーン実施中。時短マイスターなラテベースならお家で簡単に贅沢なひとときをお楽しみいただけます。カフェインレスだからカフェインを控えてる方にもおすすめです。ぜひお試しください。